からってすぐはしゃいじゃって。ほんとお子様ね。まだ半月も先の話じゃない。ねえねえ、美咲っちは夏休みなんか予定ある？おんとし？私は暇そうだね。とりまー参加決定。はぁ、何勝手に決めてんのよ。てか何の話？ああそっか、イベントのイメージキャラクターに決まったの。ランドソルから遠いところにある島で海開きのイベントに出るんだ。やるじゃない、すごいわね。ありがとう。その仕事が終わればしばらくオフだし、そのまま島に残って遊ぼうかなって。それでせっかくなら友達と一緒に遊びたいなと思ったの。そこのビーチがとっても綺麗らしいんだって。え、それバカンスってやつじゃない？そうそう、だからどうかなって思ったんだけど。でもミサキッチ本当は忙しいっぽい。ちょっと予定を確認してみるわ。どうかしら。あ、ちょうどそこなら空いてるみたい。うん、本当にそこだけよ。せっかくだし、私もついて行ってあげるわ。マジ？やり、超嬉しい。大きい仕事だし、次もあるかわかんなくて、ミサキッチにも近くで見てもらいたかったんだ。それに、友達とバカンスできるなんてやばくない？あ、ヒデサイだ。ジャス、ちょうどいいところに来たね。マチ、ヒデサイも来るっしょ。え、聞いてなかったの？島でバカンスしようって話だよ。なんか暇そうだし、ヒデサイも参加ね。なんか賑やかな夏になりそう。あら、みんなで夏休みにお出かけ？スズナがイベントで島に行くんだって。それで私たちも応援について行って、終わったらバカンスするの。あら、すごいわね。おめでとう。さすがスズナちゃんね。いいな、私もついて行っちゃダメ？でも先生が行ったら気まずいかしら。そんなことないよ、もちちゃんよも大歓迎だし。そうね、賑やかになりそうでいいじゃないかしら。あ、でもバカンス中は勉強しなさいっていうのは禁止よ。